もし雷の剣について天領奉行の力を借りることができなければ非常に危険な状況に陥る可能性もある。これは何も我々の本心じゃない。ただ今は人手が本当に足りないんだ。理解してくれ。そうですよ。だからこそ話し合いが必要なんです。おーい、トーマー、何かあったのか？君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。Machst du dich über mich lustig? Ja. 以前はヒイラギさんの手紙を送り届けてくれてありがとう。お二方のご友人でしたか。僕は九条家の次男である鎌治様の付き人です。一平って呼んでください。Hört sich an, als hättet ihr eine Art Problem. ああ。これまでの三奉行の仕事は、将軍様のために情報を集め、指示された任務を執行することだった。だけど近頃、将軍様が西洋を告げられ、誰にも会わないようにしているんだ。つまり、もう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ。将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻外界で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。Oh, das ist aber nicht gut. Man sagt mir, es sei eine Manifestation des Willens des Shogun über das Sokoku, über den Sokoku Zustand. その通り。長きにわたり雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかった。けど現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだ。それって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意志があるってことか？ Yeah, das... それともオイラたちに復讐を？ Das wage ich arg zu bezweifeln. Wahrscheinlich hat sie es einfach nicht mehr auf dem Schirm oder so. Keine Ahnung. Das wäre zu kindisch, das auch, ja. そうだぞ。それにオイラたちに復讐したかったら普通の雷でも全然十分だし。って、それも怖いって。そこは安心してくれ。俺たちが心配しているのは将軍様なんだ。今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからね。それにリーユへの神が近頃去ったことを思うとどうもいい兆しには思えない。雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い。誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとか。Ja, die Sorge ist wohl gerechtfertigt, würde ich sagen. Aber kein Problem, ich gehe einfach rein, ich trete die Tür auf, packe sie im Handgelenk und dann schleife ich sie hinaus auf ein Date oder sowas. Und dann heitern wir ihre Stimmung schon irgendwie wieder auf und dann pustet sie den Sturm weg und alles ist wieder Paletti. だから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだ。もし混乱が起きた時に対処できるようにね。しかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ。他の家紋に対して九条家の制御が効かなくなってる。どうしてそんなことになったんだ？九条家がファデュイと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった。今は将軍様の裁きを待っている最中だ。ただ将軍様からの命が下されていないだけで天領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと。簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね。高雪様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが今は。あの時真相を見抜けず父を止めることもできなかった。そして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていない。全部僕の力不足のせいだ。そんなことおっしゃらずに鎌治様、元気を出してください。少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません。今の九条家にはもうさまつな変化にさえ対応する力がないんですから。ああ、それもそうだな。兄さんも今切羽詰まってる状態だ。迷惑はかけられない。それじゃあトーマ、先ほどのことはまた後日話そう。僕は今から高司家の当主高司進に会いに行ってくる。今この状況を統括できる人物は彼くらいだろう。ああ、分かった。今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれ。
では僕もお供します、鎌地様。いや、僕一人でいい。え、そうですか。ではお気をつけて、いってらっしゃいませ。でも、雷のことも天領奉行のことも、元はといえば全部将軍が急に西洋を始めたことが原因なんだよな。このまま話を進めてもビクビクするだけで解決しないと思うぞ。Ja, und was, wenn wir sie rausbitten, sag ich doch. Einfach Tür aufsprengen und dann schleppen wir sie mit auf ein Date. Ich meine, der Reisende hat ja sowieso schon seine Haare im Ansammlung hier. Da kommen noch einige mehr dazu, bin ich mir ziemlich sicher. そんなことできるんですか？あ、klar。わからない。でも、試してみる価値はあると思うぞ。出てきてくれるかは将軍の気分次第だけど。なんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ、君たちにお願いしてもいいかな。みんな、将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えれば、いらぬ噂も自然と消え去ることだろう。That's kriegen wir hin。ありがとう。また君に借りができたね。こんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよな。じゃあ早速鳴る神大社に行こう。Ach, schleifen wir ja auch noch mit. Spiegelung der Welt der Sterblichen. Dann holen wir uns ja Yaimiko auch mal ran.Und also wir schaffen es auch alleine, aber ja, gut. Auch schön, wenn man dann hier als Baal auftaucht vor ihr, um sie dann zu fragen, kannst du mal mitkommen zu mir nach Hause und mich rauskloppen? よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか？Aber natürlich bin ich hier wegen dir. 口は達者じゃが、目は嘘をつくのが苦手なようじゃ。何か用事があってわらわを訪ねたんじゃろ？まあじゃが、その返答は少なくとも、わらわをいい気分にさせたことは確かじゃ。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ？最近、将軍が西洋を取ってるって聞いたんだ。それで、稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意思と関係があるから、みんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。Sie ist auch verpflichtet, Entscheidungen über die Angelegenheiten der Tenryo-Verwaltung zu treffen. Scheint, als hätte sie ein bisschen ihre Pflichten schweifen lassen, nachdem wir sie platt gemacht haben, in Anführungszeichen.ま、何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後、心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。え？Große Veränderung des Temperaments, wie kann man das denn verstehen? 将軍様の力は日々衰えておる。何時があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時、うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああ、わらわの旧友よ。甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず、心が乱れて泣きわめいてしまうとは。しくしく、かわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか！Der Blick von ihm ist auch wieder geil.Ich hätte dir nie glauben dürfen. 仕方ないじゃろ。わらわからすれば、何時らの心配は、わらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める永じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。西洋したいと言っておったし、わらわもこれといった用がなかったゆえ、自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが、
雷の剣はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃろうな。Aber warum sollte das Unwetter verrückt spielen, was sie ja anfangs herbeigeschworen hat, um Inazuma abzuschotten? Warum sollte das jetzt verrückt spielen und eine Gefahr für Inazuma am Ende darstellen, wenn sie es halt selbst erschaffen hat und theoretisch ja möglicherweise eigentlich wieder rückgängig machen können sollte? Aber ja, umso mehr ein Grund, sie zu besuchen. Inazuma でもわらわだけじゃ。じゃが、なぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ？浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと？ Für die Menschen von Inazuma oder für Ai? Na gut, eigentlich für beide, ne? Für Ai, damit, ich weiß nicht, sie sich geliebt fühlt, klingt irgendwie komisch, glaube ich, aber nachdem sie so lange alleine war vielleicht.Und für die Menschen, ja, natürlich, weil ansonsten das Unwetter die Menschen und das ganze Land verwüstet, also von daher. Sono Kotae, Kinita so? Korewa Zukoshoja. Momban no Okuzumeshu ni Misereba, Naka ni Toste Morairu Jaro. Arigato, Miko! Saki no Hitzmon wa Jodan Jatanga. Ano Yoni Kotaeta Karaniwa Shikari to Yatte Morauzo?そうじゃ、通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。あ、しゃれ。Dachte, jetzt habe ich einen Freischein bekommen, um auch vielleicht, in den Onsen zu gehen. Ah, kann ich mich da direkt hinporten? Oh, cool. Oh, den Boss kann ich sogar, also La Senora kann ich sogar nochmal machen, nice. Kann ich am Anschluss nochmal...将軍様は現在静養中です。誰も会うことはできません。オイラたち、巫女からもらった通行証があるんだ。今まで宮司様が他の方に通行証を渡したことはありません。それがたとえあなたたちのように名高い旅人であろうとも、将軍様はそんな八重宮司様を信頼しているからこそ、この通行証に効力を。って、え?これは本物。Ja, man kann ihn nicht fälschen, ne? Also, wie kann es denn sein, dass ich den echten hab? わかりました。将軍様の命に従い、あなた方を止めるわけにはいきません。失礼しました。どうぞ中へ。しかし、静養中の将軍様に対して、くれぐれも失礼のないようお気をつけください。Oh, ich gebe mein Bestes. Ich werde sie vielleicht ein bisschen necken, aber ansonsten bin ich nicht allzu gemein.Sie hat ja viel zu tun, scheinbar. Nanka, uro uro, aruiteru so? Ochitsukanai yosu dan na. Aber gut, man muss auch sagen, dass so schön die Einrichtung auch ist, aber sonderlich viel ist hier auch nicht zu tun, ne? Jetzt frage ich mich gerade, kann ich um sie herumgehen, um da hinten so ein bisschen mal anzugucken? Ein bisschen erkunden. Wenn wir schon mal hier sind.Kommt man hier noch irgendwo lang? Nee, ne? Hier vielleicht irgendwo hoch? Da oben ist ja auch noch so eine Galerie. Gucken. Noch ein Stück. Ja, das funktioniert ja gut.Nee, scheinbar nicht. Schade. Na gut, dann quatschen wir sie mal an. Anata tachi, do yatte haite kita no desu ka? Mudan de kono chi ni hairu mono wa tadachi ni haijo shimasu. Mate, oira tachi da! Nande mata teki o miru ka no youna kanji ni natteru da yo! Mo nakanaori shita daro!ここに入ったのも正当な手段を使ってだぞ。いけません。武力行使は禁則事項でした。とにかくお帰りを。私の静養を邪魔しないでください。Hat sie irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit oder wie? Was ist los? 知る必要はありません。
これが私の西洋寺の状態です。うん、なんかちょっと変じゃないか。Die Puppe muss ich auch erholen? この身に休息は必要ありません。しかし私はあくまでも内なる者の協力者。西洋が彼女の意志であるならその願いに従うまでです。ってことは西洋は中の A が干渉してるんだな。でもなんでだろう。たとえ将軍が外で活動してても一心浄土には影響しないはずだろう。あんなに大きな庭園もあるんだし、西洋にぴったりな環境じゃないか。彼女の願いです。それ以外言うことはありません。Alle machen sich aber Sorgen. 今の私が外へ行っても何もやることはありません。Doch. 事務を処理しないのもそれをすることができないからです。ん？どういうことだ？すべて禁則事項です。もう私に話しかけないでください。どうしよう。全く会話が進まない。Ist sie vielleicht krank oder kaputt? Ist sie auf den Kopf gefallen? Ist sie mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ah. So geht's natürlich auch. Aber ich meine, sie könnte jetzt ja theoretisch auch ein bisschen was in ihrer Inneneinrichtung hier ändern. Ich meine, es ist ja natürlich schön, aber hat ja nicht mal einen Stuhl, um sich hinzusetzen. あら外の将軍は壊れちゃったのか？修理しないとダメなんじゃないか？その心配は必要ありません。あれは私の意思です。将軍のほとんどの機能は私が一時的に停止しました。今の将軍は事務も処理できず、私として振る舞うこともできません。ですので、いっそのこと、西洋を皆に告げたのです。Ah, darum sagt sie immer verboten, weil für sie jetzt gerade alles verboten ist. Ich dachte, dass sie das in der Summe noch ehren, nicht zu ihr. Moichido, Joku, Kangaru, Hitzio, Naruto. Sorenia, Jikanga, Hitzio, Ninarimas. Soste, Watashiga, Kangaru, Oerumade, no Aida. Mototonar, Kisoku, Ninotte, Ugok, Shogunga, Machigai, Okoste, Vanarimasen. Ah, Shogun, スイッチみたいなものはないのか？ありません。想像したときは停止することを考慮していませんでしたので。それに当時の私は未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上に、そのようなことは永遠にふさわしくないと思ったのです。Sieht hart mit sich selbst ins Gericht. あらあら。Arara. Ich liebe dieses Arara. Vor allem von so. Es wundert mich, dass Yae das nicht öfter sagt, weil sie ist so richtig der Typ, der ankommt und die ersten Worte, die von ihr kommen, sind Arara. So, no, tame, Yokise no jitai ni tai suru hoken toshite. Shogun wa kisok shusen ni tai shite, hijou ni kanpeki na bougyo kino wo sonaete imasu. Watashi ni totte.人形の規則を直接変えるよりも永遠の形についての考えが終わるまでいくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんです。そういうことか。じゃあ稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。えっ、知らなかったのか？実は。Du und Paimon erzählt einfach. Oh, du bist so schnell weg. 外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いで、そういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。
Was für eine gelassene Aussage. Was mich nur gerade irritiert ist, ich werde das später einfach anpassen. Wenn sie hier ist, um über die Ewigkeit nachzudenken und das eine Weile dauert, was ist dann später? In einer Woche? In einem Monat? In einem Jahr? In 100 Jahren? Wenn die ganze Insel schon weg ist? そんな目で見ないでください。 こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので、調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけです。大丈夫。気にするな。解決できればそれでいいんだ。 Und bist du denn mit deinem Denken über die Ewigkeit schon weitergekommen? いいえ。 進むべき方向は見つけたのですが、未だに矛盾が存在しています。しかし、それほど急ぐ必要はありません。慎重さを欠いて結論を急いてしまっては本末転倒ですので。Wie wäre es dann mit einem Spaziergang und einem anderen Blickpunkt auf die Situation? Das wird auch immer was. Die war jetzt so lange hier drin und hat immer nur diese Umgebung gehabt, das könnte doch helfen, wenn man ein bisschen rauskommt. Genau meine Rede. Warst ja lange nicht mehr draußen, ne? Also wird langsam mal Zeit, dass du wieder rauskommst. しかし、あなたの誘いであれば、気分転換も悪くないかもしれません。わかりました。外に行って見ましょう。気分転換に行くのですから、私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ。堅苦しい呼び方は。 あまり好きではないので。おい、でもオイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろ。意識はここから離れられるのか。もちろん方法はあります。自分で自分を監禁するような真似はしません。ああ、じゃあもう心配はいらないな。これからはオイラたちがお前のガイドだ。ガイド？何ですかそれは。 今の稲妻で何が美味しくて何が面白いかオイラたちが紹介してやるってことだ。よーし、じゃあ出発。